こんにちは。本日南麻布3丁目一軒家に参りました。このエリアはですね、閑静な住宅地でありながら六本木ヒルズだったり、左には白金、広尾、全てを網羅したような閑静な住宅街になります。こちらのお部屋をご提供いただきましたハウジングジャパンさんに感謝をいたします。詳細は概要欄に、載せさせていただきます。では、ルームツアーに参りましょう。じゃあまずこちらです。もう大きい収納が、クローゼットがですね、右と左に、分かれてシューズインクローゼットとなってます。でこの奥に 3.2 畳の、納戸もあって、その奥には、トイレも完備されております。でここを開けていただくとガレージに直結してます。大きい車2台入りますね。ゲレンデだったり、カイエンだったり、高級マンション置きづらい、中2台も完備できる、まあ、家賃に含まれてますんで約20畳あります。まず、1階に1部屋目、6.8 畳のベッドルームがありますんでこちらを見てください。ここもね、正方形の使いやすい間取りになってますし、奥には、トイレとシャワールーム完備してます。では2階に参りましょう。40畳のリビング、がありますね。ここデザインがすごいガラス張りで一面なんですごい明るいです。ここにも暖炉がありまして、リビングダイニング40畳の広さになりますね。でこちらがキッチン、冷蔵庫も2つ完備して、奥には洗濯機もあります。ここも全てこう収納になってたり、で4口コンロの、浄水器と、キッチン周りになります。で少しここでも食べられるようなスペースになってたり、まあ一般的にはね、リビングダイニングに、大きいテーブルを置いてこっちにソファーを置いてっていうような作り方になっていくと思いますね。床暖房がリビングに全部完備されてますんで、この辺りも素晴らしい設備となってます。エアコンもこう全て目隠しされて、見えないようなデザインになってますし、こういう床材も、大理石調のね、しっかりした床になってて、かつ床暖房が全部引かれてて、外にはウッドデッキがあったり、リビングなのにすごいおしゃれな作りとなってます。では3階に行きましょう。3階には、3つの部屋がありますので、まず1つ目こちらが 7.4 畳の、ベッドルームとなります。隣が、もう1つお部屋がありまして、こちらは、7.9 畳、この窓もいいですね。で最後にマスターベッドルーム、こちらが24畳あります。ここがマスターベッドルーム24畳の、一番大きいお部屋になりますね。で奥にはもう大きいウォークインも完備されてて、
トイレ、バスもついてるのかな。お部屋にバスルームも完備されてます。屋上行きましょう。ここも約16畳の、サンルームがあります。で、奥には出れますね。屋上テラス付きで、ここだと、バーベキュースペースが完備されてます。このような形ですね。で、しっかりこう水間もできてるんで、便利な作りとなってます。やっぱりこう南麻布3丁目は、一軒家が多かったりしますんで、前がしっかり抜けて眺望もいいですね。この建物いかがでしたでしょうか。南麻布3丁目にあります4ベッドルーム、駐車場2台完備、一軒家となります。こちらの動画を気に入っていただいた方は、チャンネル登録といいね、高評価ボタンよろしくお願いします。では。Thank you.